ちょっとね、やっぱり車の中にね、置いといたせいか、誤差がね、だいたい10度ぐらいあるってことがね、わかりました。今スマホで調べたら現在の気温24度っつんで、それでもね、30度、こっちで34度ぐらいあるんで、プラス10度の計算でね、行ってみたいと思います。ちょっとね、あそこのテントの中にちょっとね、これを入れて、俺も中に行ってみて、どれぐらいの暑さかね、報告します。今ね、テントの中に入ってきました。結構やっぱりね、蒸しますね。夏はちょっとやきついかもしんない、これは。どうだろうね、ソーラー、ここがね、やっぱ城だから光がね入ってくるんだね、中まで紫外線が。ちょっと今飯食ったばっかなんで、ちょっとね、この中の温度もまあまあ上がってきてるけど、現在こんぐらいだけどね、多分これからどんどん上がっていくと思います。ちょ、両側ね、こうメッシュになってるんで、風があればちょっとは涼しいかもしれないけど、上が、あ、虫が入ってきてるし、とりあえずね、ちょっと一回少しね、ここで寝ててみましょう。この上ではちょっとね、暑いね。こっちの地面はまだまだいるけど、この地面はね。はい、じゃあちょっとね、少し休んでから上がってみます。ちょっとね、一回横になってみます。あ、この地面の冷たさはちょうどいい。地面はね、結構冷たくて気持ちいいかもしれない。背中がついていれば。上は暑いね、普通に。結構な暑い。この上に寝てたらめっちゃ暑いかもしれない。あ、すでにちょっと髪がね、中に入ってます。この日差しが当たったとこはやばいね。ちょっとじゃあ少し休憩してからまた温度測ります。ちょっとね、今、テントの中に行ったらこっちにね、ハエはテントのこの中に入っちゃってきてんだけど、こっちの髪はね、この蚊帳の外だもん。これは。向こう側に行くから入ってこれなくて、血を吸えないっていう感じになってます。これは効果あるね、虫除けの感じは。これはちょっともう中に入っちゃってるけど、こっちの灰は。ここの気温はね、今どんどん上がって、36度ぐらい。温度36度です。やっぱね、外の気温プラス6度ぐらい。さっきの日陰の時は34度だったから、37度ぐらいだね、今現在。この一応日陰だけど、これがね、あるけど、結構ここもね、暑くなってます。はい、あれからね、さらに5分ぐらい経ちました。結構ね、見えますかね、これ汗が結構出る。これサウナルームとして使うのはいいかもしれない。これね、日光の下でやるとめっちゃサウナルームになるかもしれないね。ちょっと現在のね、気温、室内、サンシェードつか、このカヤ状態でどれぐらいね、両方空いてるけどね、これでどんぐらいでしょうか。はい、現在の気温が39度。ただね、外の気温との差が10度ぐらい先あったんで、おそらくね、本当の数値は29度ぐらいだね、予想だけど。でも体感はもっと暑い気がする。はい、じゃあね、あれ、そろそろ40度近くいっていくかな。38度ぐらいだね。28度か、そんぐらいか。そうすると、ちょっとね、じゃあ肩が、こっち側が日が入ってきて暑いんで、ちょっとね、こっち閉めてみます。試しに。ちょっとね、試しにこっち側ね、閉めてみました。そしたらね、やっぱね、さらに暑くなった。どうだろう。もうね、いるのが結構きつい感じ。暑いね、暑い、マジで暑いっす。めっちゃ汗がすごい。サウナ、痩せるのは痩せるかもしれないけど、ちょっとね、温度見てみましょう。あ、でも湿度は、これ湿度計がちゃんとしてないからよくわかんないけど、合ってっかどうかもちょっとわかんないけど、やっぱ1度ぐらい上がるかな。39度、40度近く。汗はね、結構すごいっす。そろそろギブアップだね、これ。
なんか外のこれも閉めたらやばいね。完全に熱中症になります。こん中でね、子供とか寝かしたまま遊びに行ったりはしない方がいいかもしれないね。この暑さはちょっとね、結構ビニールハウスっぽい感じで汗だくになりますね。これ熱中症なんで皆さんも気をつけください。じゃあ検証そろそろ終わりたいと思います。だいたい日が照って40度ぐらいかな。まったから30度ぐらいだよね。誤差10度ぐらいだから、30度だったら涼しいのかな。いや体感ではもう40度いってっけど、体感ではこの気温計回ってっかどうかよくわかんないからね。40度だから30度ってことかな、おそらくは。ちょっともうちょっとね、もうちょっとしばらく俺は外に出っけど、気温計は中にね置いときます。はい、今ねあれからまた1時間ぐらいはね放置して、現在45度だね、この温度計では。多分ね、どうだろう、35度ぐらいかな。そうするとマイナス10度だとしても、でも結構ね、中暑い。結構ね、暑いです、このように。汗がね、中にいると、もうサウナルームだね、これ。この中で、結構、ダイエットとかにはいいかもしれない、これはもしかすると。サウナとして使えるね、多分。あのエコなサウナだね。薪とか燃やさなくても中で自然に痩せられるというエコなサウナになりそうです。皆さんもよかったらサウナねやってみてはいかがでしょうか。じゃあまた会いましょう。現在45度だね、気温計では。多分35度ぐらい、いやでも40度ぐらいいってるね、体感では。体感で40度ぐらいです。また会いましょう、バイバイ。今これで閉めてあります。片方は。こっちは開いてっけどね。それでも結構熱いっす。それだ。あと、撤収のやり方も一応ね、撮影します。はい。じゃあね、ちょっとこのテントをね、これから撤収したいと思います。さっきね、ペグは脱ぎました。で、こっちのね、穴が開いてる方を下にして、こう振ってね、中のゴミとか、あと入ってた虫とかね、全部外に出すらしいです。ここだね、チェックにチャック開けて、こうだね、こういう風に全開にして、こういう虫とかがねこう飛んでくるんで、こういう外側に出して、これは大丈夫か、これこのままでちょっとねやってみましょう。じゃあちょっとねやってみます。大体落ちました。じゃああとはね畳んでいきます。畳むとこもやっちゃう。結構難しい、ちゃんと覚えないとこれ、あとね、適当にやったの、適当だから。ここまで。これがやばい。あ、よくわかんないけど。難しいかもしれない。何回もやってるかなんかできるのかもしれないけど、あれここじゃないの、あっ一応ね、なんか説明はめっちゃ簡単なんだよね。半分に折って
こうやってこうやってこうとか書いたけど、それができないんだよね。これだけしか説明ないもん。あ、ここ裏にも貼った。こういう感じだね。こうやってこうやってこうだね。ちょっとわかんないけど。これ難しいんじゃないのこれ。ちょっと一回、もう一回チャレンジ、よく読んでからチャレンジします。じゃあちょっとね、もう一回チャレンジしてみます。もう一回チャレンジします。こう持ちます。こう持って、こうだね。こう持って、こうだと思うんだよな、最初はね。最初はこういう感じ。こういう感じ。横に持って、あ、でもここをこう折るのか、こうだね。こうだね。あ、わかった。割と半分だね、半分。で、こうやって、こうか。こうだ。こうだ。多分こうだね。あ、これでいい感じだ。これ。こうだ。こういう感じだ。あ、これでいけそうな気がする。いけそうな気がする。なんか、これぐらいかな？行きたときに。二つ折りぐらいだね。二つ折り。もう一回やってみよう。忘れちゃう。何回もやって覚えない。反復練習。こう思ったら、まずね、上の方じゃなくて割と下の方だね。下の方で半分に折りながら、ここでこういう感じだね。こうだね。あ、これでいけると思う。これでこことここだ。おそらくだけど、あれ違うかな？これでかい？これはちょっとでかすぎる。多分こうだと思うんだ。違うんだ。こういう感じ？全然簡単収納じゃない。ちょっとね、俺できないんで、ヒラトンさんにちょっと。ん？そんな感じなの？え、そういう感じ？なんか全然イメージと違かったね。多分この円で大きさ合ってんね。ああ。あ、何？一回こう畳むの？ちょっと待って。それ俺も一回やりたい。それが正解。あ、押し切る違うんだな。ちょっと違うの。最初の俺イメージが違かった、全然。その折り方書いてなかったよ、全然。ちょっと自己流で。自己流でいけんの？うん。今俺パワー。いや、追っかけたらまずいっしょ。あの骨が。え？あ、でも違うな。なんか違うの。折り方って何種類かあんのかな？正解以外にも。そこまで合ってたんだよね。はい、ちょっとね、YouTube を見直してやっていく感じ。もう一回ね。開いた状態から開いた状態
で合ってるんです。ここに半分にするまでは合ってて、こっからだ、こっからもう頂点から半分にするみたいな。あ、こうか、ここにここ、あっち、こうやって半分にして、この上と下をね、なんか塗っちゃうみたいな。どうだ、こう持って数字の C を9にする。今 C の形になってるのを C をね、あ、こうか、急にすると、急にすると、もう一回、もう一回、ここね、ここまであった。で、この上と下を。この時に、あ、これでこうスライドさせるんだ。左手を離して、あ、こうか、スライドさせると畳む。できた、おお、できた、できました。やっとね、あとはこれを収納しておる。これでやればもうそのままね、 また積み合った時にはまた忘れてるだろうけど、あとは、ね、これに入れて収納完了でございます。100分は一見にしかずって。それなんかバンド、バンド止めんの、あ、なかったっけ、止めるバンド、あったかもしんないけど、こんな感じだ。何回かやんないとダメだ。なんか説明書通りにやるとできない、できるけど難しいらしい。